バイオリン・ソナタ第2番に単調作品121は、ロベルト・シューマンが作曲した2番目のバイオリン・ソナタである。演奏される機会が多い作品である。1851年に、前作のバイオリン・ソナタ第1番の完成から約40日を、経た10月26日に着手し、それから約1週間にかけて、11月2日頃に、全曲が完成された。シューマンは、 前作第1番の出来にあまり満足できなかったらしく、第2番を作曲するにあたって、前作の反省点を踏まえて、2つの楽器のバランスを配慮しながら、構成や統一性にも最善の注意を払って作曲を行った。最初の初演は11月15日に、デュッセルドルフで詩的に行われ、その時の演奏は、同地の還元楽団のコンサートマスター。 ビルヘルム・ヨーゼフ・フォン・バジーレフスキのバイオリンとクララのピアノであった。一般での初演は1853年の10月29日にデュッセルドルフのキュルテン劇場でクララのピアノとヨーゼフ・ヨアヒムによって行われている。ヨアヒムは感情の驚くべき統一性と主題の意義から当代の最も優れた作品の一つと考えると称賛している。作品は 作曲を進めたフェルディナンド・ダビッドに検定されている。全4楽章で構成され、演奏時間は約30分。第1楽章、かなりゆっくりと、短くかつエネルギッシュに低い生き生きと、第2楽章を極めて生き生きと、第3楽章を静かに、素朴に、第4楽章を活発に、動きを持って、ありがとうございます。